こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション。マラカス戦。この動画では、マラカスの基本的な奏法の一つである、バックハンド。後ろに振って、鳴らす方法ですね。これについて解説していきます。はい。マラカスは実は前回までにやりました、落として鳴らす方法と、前に振って鳴らす方法。この二つだけで、基本的にはですね、十分なんです。この二つの組み合わせだけで、と、ま、いろいろなリズムパターンをですね、すでに演奏することができるんですけれども、今回やりますバックハンド。これができるようになりますと、今までよりより細かいフレーズ。だったり、装飾符みたいな音符ですね。このようにぐっと表現の幅が広がりますので、ぜひマスターしてください。はい。バックハンドは自分の体にぐっとマラカスを近づけるように振って、この手前側の、壁面にビーズを当てます。最初は感覚をつかむために、肘から先を思いっきり自分の方に曲げて、練習しましょう。で、顔にですね、ガンって。マラカス当たらないように気をつけてください。ものすごく速いテンポになってきたら、この手首だけ使ってバックハンドをしてもいいんですけれども、まあ、なるべくですね、肘から先、腕を使って振った方が割とはっきりとしっかりとした発音ができて、リズムも安定しますので、なるべくこの腕の動きから練習するようにしてください。では前後にマラカスを振って、毎回発音してみましょう。One, two, three, four. One, 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 two, three, four.左手も同様にやりましょう。One, two, three, four. 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 では次は左右交互に振って、リズムを刻んでいきます。手順は、まず左手の後ろ、前。その後右手の後ろ、前ですね。後ろ、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、前。One, two, three, four. One, two, three, four. という手順で振っていきます。One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four.では少しテンポを速くしましょう。One, two, one, two, three, four. 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 One, two, three, four.では次は同じ手順でリズムだけ少し変化させます。どういったリズムかというと、
タタタタ、タタタタ、タタタタ、タタタタと、3連符が入ったリズムになります。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー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 。タタタタ、タタタタ、タタタタ、タタタタ。はい、このタタタタというですね、3連符が入ったフレーズをだんだんテンポ速くしていきますと、トロタッ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 って言ってですね、スペインなどでよくあるような、リズムフレーズになります。またこの3連を装飾音符みたいに使って、タッタララッタ、タッタララッタってですね、地中海とか、また南米のキューバとかで使われるボレロの、フレーズを演奏することもできます。おそらく後ろに振ることは割とすぐできると思うんですけども、これをテンポ、タイミングに合わせて、振るのがですね、こう、ぐちゃぐちゃってなっちゃったりして、難しかったりすると思いますので、もうこれは急がば回れで、後ろ、前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 、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン、ツー、ツー、フォーと、すごくゆっくりのテンポから確実に、着実に体に覚えさせてください。そうすればですね、まあ、だん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 、テンポアップすることも容易になってきますので、まずは着実に確実に演奏するということを心がけて、ゆっくりからやってみてください。はい、今回のレッスンはこの辺りにしましょう。お疲れ様でした。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日行っておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。